ペシャルでゲストに氷室京介さんを迎えしてお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもよろしく。氷室さん、ここは実はリーダー、卓六のコーナーなんですよ。なんですよ、はい、今日僕がお邪魔させていただいて、はい、リーダーがなんかこういろいろ氷室さんに質問を持ってきてるらしいんですね。いや、質問ですよね。あるでしょ、これ。うん、今日はちょっと思い切って。あ、でも、せっかくだから。いろいろと聞きたいことはありますね。ないですね。やっぱり表現っていうところをどう氷室さんはこう感じて活動しているのかっていうのはすごいやっぱり興味があって、10代の子にこうバンドをやり始めて歌い始めて、あ、これが自分にとって一番気持ちいいなっていうふうに感じたのっていうのはやっぱりいろいろある中で歌っていうのが大きかったですか？そうですね、やっぱ歌が自分のエモーショナルな部分をこう表現するのに一番、うん、ステージ制作からの楽曲制作まですごく妥協を許さないっていうとちょっと言葉が軽くなるかもしれないけども、こうどんどん突き詰めていく、うん、そのどこまで行ってももしかして満足しないのかもしれないけど、旅に出てる、ね、結構職人かたぎみたいなとこありますよね。はい、うん、でこれみんなそうじゃないですか、ミュージシャンね。そうですね、僕どんどんストイックになってっちゃうでしょ、音楽にね、うん、長くなればなるほど。バンドをグレイというバンドをやってるとやっぱりこう、うん、メンバーとのこう関わりだから、うん、自分一人でストイックになるって言っても、うん、いいサウンドがなかなかできないとか、うん、その辺の足並みとかすごく大事だなって今感じてるんですけど、うんうん、こうソロになるとこうそれこそ前におっしゃったように自分で全部責任を負うっていう、そうね、そういうところの楽曲選びとかそういうメンバー選びっていうのはどういうふうに決めてるんですか？楽曲選びはとりあえずすっごい数作るんだよ。アルバムをその仕上げるまでに大体30曲ぐらい作って、はいはいはい、で一応それをスタジオに入って撮るっていうのを一応トライして、はい、でその中から本当にものになりそうなものだけをっていうふうにはするようにしてるけどね。その30曲はもうほとんど出来上がりぐらいまで作ってる、うん、そう結構なところまでもうカンパケに近いところまで行くことが多いね。じゃあアルバムごとにじゃあ未発表の曲がたくさんあるですか？うん、実際問題は、うん、ダイヤモンドダストっていう曲とか7、はい、もうかれこれ10年ぐらい前に、はい、作った曲で、その時はまだその自分の中で完成度がそこまで達せなかった曲で、はい、それはエルトン・ジョンのアレンジャーのポール・バックマスターっていう人、はい、彼に頼んでやっと歌えるオケが出来上がってやっと出来上がったとかね、うん、そういう経歴あったりするので、それと今こう発表されてる作品の下にはそういった数々のセッションがあって、うん、やっぱり日本で活動してた時と活動の拠点を LA に移した時っていうのは大きく違いました。向こうの方がね、すごく楽っていうのは、うん、日本だとほらミュージシャンも全部知り合いなわけじゃん、はい、で妙に人情とか絡んできたりして、この人が弾いてくれたフレーズをボツにはできないとかさ、妙にその作品のクオリティとか違うところで、はい、ね、気を使ったりしなきゃいけないんで、でアメリカのミュージシャン使ってクビにしようがないでしょ、関係ないんだよね。彼らもすごいフランクにやってるしね。だから実際歌い入れとかっていうのは俺こんなこういう話でいいのかな。いや俺が聞きたいこと聞いてたから。歌い入れも歌えると早いんですか？それとも時間かかる？いや、ものすごい時間かかる。でもう4枚ぐらい前のアルバムから自分で歌ったわけ。音気味も全部自分で。そう、はい、ハードディスクレコーディングになって、もうそれがポピュラーになり始めた頃から自宅のスタジオがあって、はい、そこでエンジニアと一緒にやってるといちいちじゃあどっからどこまで説明するのがもううざいのって。ああ、でも自分だとそこをもう範囲指定してそのままパンチインパンチアウトできちゃうんで、はい、でいわゆるチーティングっていうかさ、ズルで、うん、最近プロツールズのね、プラグインで何でもできるだろう。ピッチ誘導とかボタラン、そう、はい、っていうのあるけど、はい、それでもね、やっぱそんなものあったらあったらね、うん、俺はやっぱ突き詰めちゃうタイプなんで歌い入れはすごい。じゃあ今はもうそこまでやるとこう楽曲を作ってアレンジもして、うん、まあだから結局そのものすごく時間かけることで最初にこう作ったそのなんていうのかな、新鮮味とかがどんどん失われてっちゃったりすることもあるんだよね、収穫時っていう、はい、っていうこともあったり、逆にその歌を何回も歌うことが悪い結果になることもあるんだけどさ、はい、でもそれはね、まあ、一応やってみなきゃ分かんないですよね。そこまでやって初めてその自分のなんていうの、精神性に到達できるわけで、うんうん、それを最初から容量超えちゃうと後で必ずね、後悔することの方が多かったんだね、若い頃。氷室さんの場合はどう、曲作りに一番最初のインスパイアされるっていうのはどの辺？俺ね、ボーカリストなのにそのアレンジとかにすごい興味があって、結構その新しい音楽とか新しいそのなんていうの、
ポップスみたいなものを聞いた時に、はい、あのインスパイアされることがやっぱ多いね、うん、だから景色とか見たりその事件があってそれにインスパイアされてっていうのが、うん、ロマンティックだと思うしすごくエモーショナルな部分で音楽作って俺からするとかっこいいやないか、まあうん、俺の方がもっとちょっといやらしいかな、うん、あのいつもね感覚は立っちゃってるのよやっぱこういう仕事やってると、うんはい、例えば向こうの LA のタワーレコードで新譜が出るとそれを手にするときに何か新しいこと落ちてないかなって聞き方しちゃうんだよね、うんうん、自分の中であの今グレーでギターとして一応在籍してるんですけど、うん、一応つまんですけど在籍してるんですけど一応在籍してるんですけど自分の中であの詩を書くことがなんか一番自分の感じとして合ってるのかなって。あ、本当それもいいことだ。それがあって、うん、曲があってあの、うん、ギターがあってっていうような、うんまあ、順番つけるわけじゃないんですけど、なんとなくまず言葉が先にありきっていうのがあるんですけど、日野さんはサウンドとか。サウンドなんだよね。で、自分で詩を書くときは、その、ものすごくその自分の中で歌詞に対してのリスポンシビリティは、はい、他の人以上に多分、すっごく自分にこう、なんていうのかな、内に向かって責任感感じちゃうタイプなんで、だから俺が俺の名義で書くときは本当に真剣に書いてる歌詞が多いけど、うん、それ聞いた人たちが、まあ、多分あのコンサートなんかで、その言葉一つ一つにこう助けられた背中を押されたって人多いと思うんですけど、うん、その人たちのことも引き受けそうですもんね。そうそう、だから助けられたんだったらいいんだけど、うん、あのスクールアウトを聞いてスクールズアウトを聞いて、うん、学校辞めましたとか言われると、うん、それは責任取れないんで、だから、まあ、正しい音楽、ね、まあどうなんだろう、うん、まあそこまで責任取る必要もちろんないんだろうけどさ、意識の中でそれもね、こう受けちゃう。特に若い人たちに対しての音楽の説得力ってね、はいうん、俺らが思ってる以上にすごいところがあるからね、うんうん、そういう意味でちょっと歌詞書くことに関しては、はい、あの悪い言い方すれば臆病になってるところはあるのよ、うんうん、でもまあそろそろ書いてもいいかなとも思ってるんだよね、うんうん、こんなこと言うと俺のファンが次に伝わらない。あの時にこう言ってたじゃないですかね、化石にね文字起こししてやるのか。でもまあ俺のことなんでってすごいすごいキャラクターを確立しちゃうんだよ俺のことなんですよ何でもありね、はい、なるほど。いやでもね、もう面白いですね。聞こうと思ってたことを聞いて、はい、より気になりました、ね、ますます、はい、ちょっとじっくり涙が楽しんでるんですね、はい、曲